お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねめちゃくちゃおもろいデッキを見つけましたので、そちらをね、まあ紹介していきたいなと思います。それがですね、なんとこちらでございます。まあ説明することはないんですけどグラチャレで、まあ、このデッキで12勝してる人がいて、しかも2回かな12勝してたんですよ。なんか1回目はこのデッキで、2回目はこのエレキの枠がミラーにね、なってる方で、12勝してて、やべえな思って。なんかたまにいるんですよ。なんかこういうバルーンスパーキーとか、なんかあとロイホグバルーンとか、まあ、ホグロイジェとか、結構ね、異色なこう、組み合わせのデッキって、マルチ上位でもたまにいたり、強かったりするんで、ちょっとね、使ってみようかなと思います。で、まあ、何回か使ったんですけど、ミラー型はね、僕にはちょっと使えなかったというか、オーブンとかにボコボコにされましたね。なんかガゴババなので、オーブン系がねもうどうにもできなくてきつすぎて終わったんですけど、このねエレキ型はね意外と、はい、使えたというか楽しかったので、まあ、やっていこうかなと思います。さあ、で今回の相手はマジアチャオールブレイカーなので、まあ、ボムタワートルネードがありそうな感じですよね。で、これまあトルネがあるんですけど、マジアチ今咲いたターンなので、これガゴムレバルーン普通にきついと思うんですよね。これさあどう守る。このガゴムレがね、後ろにガゴムレがいることによってキング起動するのかしたいけども、いやこのガゴが邪魔していく。しかもさらに追加のね、え、待って、ガゴ色が違う、え、あ、そうか、スターパワーかな、なんかで、なんかガゴムレとガゴムレ、ん、違う、じゃんガゴムレとガゴですね。なんか地味に色が違うんですよね。そう、ほとんどの人多分知らないと思うんですけど、まあそういった部分もありつつ、よしよしよし。いや、ガゴパワーでね、はい、ご利用してきましたね。今回の対戦相手のデッキは、僕がね、最近すごいハマってるマジアチャオールブレイカーデッキなんですけど、ガゴムレちょっときついですよね。マジアチャいればまあガゴムレ止めれるんですけど、マジアチャ咲いたターンの僕のこのガゴガゴ、最強なんじゃないかなと思いますね。しかもこのスパーキー受けもね、相手からしたら普通にきつい。で、これもう多分ボムスパーキーで壊れるって考えたら、この単体ババ最強まである。いや、いいですね。このボム延命がちょっと嫌ですけど、まあ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 。で、これでね、今僕の相手は、おお、ババナイス。ボムタワー使ったんでね、このタイミングで、まあバルーンと、まあ、3角ぐらいかな、添えてあげとけばきつそうじゃないでしょうか。で、ここを一応しっかり守ってね。さあ、ボムが回るトルネか。さあさあさあ、まあ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 、まあ、あとはまあ僕1400最悪守ってもいいんですけど、まあこうなった時に最強なのが真ん中バババルーンが鬼強くて、ちょっともう使っちゃったんですけどねさっきな、なんか VS ゴレのライドラムートみたいなのと当たって、もう神うまい、いや、俺うますぎやろっていう試合がね、一回あったんすよ。いや、だから、ちょっとね、神試合をお届けしたいな。ちょ、これフリーズしちゃおう。このね、なんか、ユニットいっぱいいるのがね、絶対厄介ですよね、相手からしたら。このスパーキーとかもミリ残りでね、来るんでね。しかも受けが、そんなね、優秀なデッキでもないので、オーケー。さあ、最後は端前マジアチャで射抜かれるぐらいかな、僕が負けるのは。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、グッドゲーム。施設トレの持ちに勝てばでかいですよね。しかもこの相手からしたらガゴとかガゴ漏れとか先はやっぱ見ないじゃないですか、わかんねえしみたいな、はいフリーズあるしね。なんか僕あれなんですよ、昔ガゴ漏れ大好きで、まあ、今も普通に好きなんですけど、まあ、環境的にそんな使うことがない感じかな。まあ、なんかデリバリーとかマジアチとかいろいろいるんで、ボムタワーの爆破とかね。そうなんですけど、まあ、ガゴムレ大好き、フリーズ大好き。で、最近すごいバルーンも好きで、矢の飴も好きで、すごいね、僕に合ったデッキかなっていう、見つけたっすね。僕のこの一番のメインデッキになるかもしれない。ほっぺにタピオカ。食べちゃうぞ。よーし。まあ、基本的にはスパーキー出してからとか、で、相手逆再生攻めてきたのを、まあ、ガゴムレだったり、バルーン、あ、ボー、あれですね、ババで守ってカウンターしたいって感じっすよね。さ、ランバーだと、まあ、ゴーレムかバルーンかの2択かな。まあ、人技デッキとかもあるかな。さ、なんでしょうか。
スパーキー出してからね、考えまーす。まあ、メガゴと来たら、ロイ・ジェイ・マルンですね。最近ちょっと、ファイボか、まあ、ライトの、ロイ・ジェイもあったんですけど、まあ、ダクネ出てきた時点でもう違うかなっていう。さあ、で、これちょっとコウモリに処されるの嫌なので、エレキぐらい添えてあげてね。よし。さあ、これはもうスパーキーの範囲で。で、エレキが頑張って。エレキが、いや、あの、ボンバーいやらしいな。そんな、あ、これ待って、これもう絶対行った方がいいでしょ。なんかこう、いっぱいね、ガゴとか、スパーキーとかもう、行った、絶対行った方がいいでしょ。OK。来た。あの、スパーキー防衛、取るでもね、するしかなくて。まあ、ガゴもいましたし、これ取るで使ったんですけども、まあ、ここにはフリーズがあるよっていう。ただの初見殺しですね。ただの初見殺し。何それみたいな。そんなん知らんがなっていう。よしよしよし。なんか、はい。なんて言うんだろうな。この、ガゴとかババとかガゴ群れなので、まあ、ベビドラとかライドラとか、そういう小物系に対して強いカード。まあ、ウィザードとか、バカきついなと思うんですけども、フリーズがあるので、なんか意外とこう、相手がね、ウィザードとか来ても、フリーズで固めてから、対応とかすれば、そんな痛くないのかなっていう。そう、全然守れちゃうのかなって。ああ、こういうとこです。ここでフリーズとかがあると、まあ、もっと良かったのかななんて思うんですけども、意外とね、守れちゃう。しかも相手は、このね、ああ、うまいランバーですね。いや、さすがにそれはいい。まあ、ですが、これもね、すべてカウンターでフリーズを添えるだけ。いいね。パッキンしちゃいましょうか。まあ、死毒みたいなとこありますね。これで、一応さっき取るね、ああ、あるか。あるけど、一発ナイス。いや、強いんだよな。で、これ今速攻ガゴ群れ出せば相手そんなコストなくて、まあ、ここにね、ベビドラがこんにちはー来るんで、もう先にね、力出してあげて、よしよしよし。いや、バカ強え、これ。マジで強いの。でも、まあ、一応ボンバーとかいたんで、ババじゃなくてね、スパーキー出してあげて、スパーキーの受けに陸出したら、今回ね、バルーンが止まんないよねっていう。で、トルネ咲いて、まあ、メガゴいるかもしれないんですけど、フリーズしてグッドゲーム。なんかまあ、相手にニット出して後出しできるのかな。なんか、ね、単体系出したらもう複数で囲んで、複数来た瞬間にフリーズしたり、まあ、エレキで固めたりとか、これ、ちょっといいな。公式戦とかで使えるかもしれないな。麦とかにめっちゃ刺さりそう。いや、どうなんだろう。麦とかに逆に綺麗に裁かれてしまうかもしれないけど、なんか初見殺しとしてはね、強いですよね。そうそう。こういうデッキはね。なんか最近はなくなりましたけど、大会とかで、なんか昔、BO1 はもう一戦勝負っていうのがあったんですよ。予選とかも一戦やって、もう勝った方が勝ち上がるみたいなのがあったので、まあそういった時に、え、何のデッキみたいな。え、ガゴ群れいんなみたいな。こういうなんかもうこう隙をつくというかね。こういう初見殺しデッキも強かったりしたんですけど、最近はなんかこう BO3 で、まあデッキもなんかね、こう被りなしとか、こういろんなルールができてきて、すごいね、変わってはきてるんですけども、ちょっとおもろいかなっていう。おもろいから好きなだけなんですけどね。よし。さあ、何が来る？まあ、ガゴガゴ、スパーキー、ザップ、枯渇みたいな感じなのかな？よろしく。お寿司クランのトシさんですね。なんか盾欲しい気もするんですけどね。ナイトとか、バルキリーとか。まあでも、そういうのがなくても、まだ気合で耐えます。フリーズで全てをね、覆します。いやー、ケツスパー、初手からケツスパーあんまやりたくないけどな。やっていいのかな？やっちゃおうかな。いや、まあいいや、参加後で。最初今なんですよね。これなんか、避けることないんですよ、マジで。そう。アイウィズ来た。まあ、クロス、いやロケだったら、ま、ドンマイ。まあ、クロスか、スケラか、エレジアイ、最近だったらエレジアイもすごいね、いるかな。あー。まあ、まあ、みーやん。まあ、ロケ今使ったので、なんなら今すげーチャンスっすよね。今もう、パーティータイムっすね。アイスイズム使って、まあ、あとテスラとトルネだと思うので、ババセバからの、もうバルーンガゴムでやっちゃいたいっすね。うん。これガゴムレ入れればさ、止まんない説ないかな。てか止まんないで。よいしょ。うわ、これ。うわ、なんかすごい変な感じになったの。いやー、強すぎる。いや、待って。これトルネ使った？いや、トルネ使った。いや、無理すぎる。いや、まあ。さあさあさあ。今のが、まあパターン A の攻めですね。僕はこう無限な攻め方ができるので、まあスパーキーで攻めたりとかもしつつ、
まあ、ここはね、ほどほどに守りましょう。まあ、ババかな、相手ロケなので、僕の攻めババきついと思うんですよ。まあ、むずいんですけど、攻めババ意識でね、バババルーンとか、まあ、バルーンガゴムで、いろいろなんかね、コンビネーションアタックしていきたいかなと思います。クロロアじゃなくなっちゃうけど。よし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 。バルーンだけ飛ばしてもね、施設取れないでボコボコにされちゃうので、まあ、こうスパーキーとかいろいろね、組み合わせつつ。よいしょ。さあ、ロケとか打ってくんのか？ロケ打ってこない。打ってくる。お、外した。え、これ、もう絶対防衛しにくいでしょ。え、これ、ワンチャンなくね？フリーズしてな。フリーズして、オッケーオッケー。いい、いい、ガコが残る。しかもこれなんなら追加三角とかもめっちゃ良さそう。いや、アイビズだけ、アイビズだけやって。アイビズだけやって。アイビズだけ、やっとやっと、ナイス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 。相手のシワロケが勝敗を分けていく。からの真ん中ババここでね、追い打ちをどんどんかけていきますね。よしよし、やめないやめない。一回決まったらもう最後までね、ぶっぱ。で、相手今トルネ使ったから、これフリーズ回して勝ちっすね。よし。一本折ってからがバカ強えな。真ん中、ババとバルーンとガゴ系ぶっぱで。よしよしよし、できー。まあ、これあれが、相手がロケットを空振ってなかったら、ちょっとまた話が変わったかもしれないですね。まあ、でも、勝ち筋はあるっていうね。あんな感じで。追加ガゴ系が強いですね。まあ、あれか、ロケット枯渇にもなるんですね。で、ファイボ枯渇、ロケット枯渇、ザップ枯渇みたいな。なんかすごい、いろいろ枯渇させたんですね。バルーンとスパーキーでロケ枯渇。ファイボも一応エレキガゴムレババーでファイボ枯渇。で、ザップでガゴガゴスパーキー的な。これ相手がポイズンだったらほぼ勝てそうだな。チンヘンスケラぐらいかな、勝てねえの。よし。メアリーさん、よろしく。タルババー。これ世界一暇なんだな。世界で一番暇なデッキ見つけたっすね。ゴルとかラバとかよりも。すごい暇だ。さあ、これはババ咲いてスパーキーナイターンなので、ちょっと嫌ですね。ちょっとだけ嫌なんで、まあ、攻めてからの、軽めにね、防衛したいね。いや、この三角いいな。からの、後ろ、相手がなんかもう一個、攻めベビドラ来たら嫌だなーと思いつつも、これで攻めベビドラ来たらワンチャン攻めフリーがないこともないなぁなんて思いつつも、いや、これ守れそうだな。いや、一回行くか。さよならします。よしよし。いや、結構ダメージ入ってますね。これ見捨てることも大事ですね。で、まあ、キングおられない程度に、ユニット出して、守ります。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。で、こうやって守ることによって、まあ、一個はおられるもののカウンターにね、繋がるんですよね。こんな感じで。まあ、右行く、左行く。もちろん、キングでしょう。で、ここでキング先に行っちゃえば、たぶん相手こっちの防衛に集中するんで、ババが入ると思うんですよ。おー、いや、いいライティングだ。なんちゃう？全然入らねえな。綺麗に。綺麗に守られちゃった。まあ、でも、こうなっちまえば、俺の方が有利なんじゃないって。いや、どっちに届くか迷うな。こっち。あー、二分の一外した。まあ、二分の一外すぐらいなら見てから出せばいいんですけどね。マジで。さあ、二分の一外した。からのだな。ちょっとむずいっすよね。これもうガゴムレ出してフリーズしてな。ガゴムレフリーズで、もうベビドラさえ溶かせば、オッケーオッケー、ガゴ無双するよねっていう考えですね。いいね。まあ、これがね、相手の対空への勝ち方みたいな感じかな、このデッキで。よしよし。まあ、僕はこれもう一回ゴレでいいんじゃない？ゴレじゃない、スパーキーか。よしよしよし。いい流れですね。流れは悪くない。からの逆攻めたいな。逆攻めて、また防衛ライトニングか防衛でコスト使わせて、みたいな。3が5まで使って、メガ5にフリーズとかしたいな。あ、ライトニングかな、また。まあ、これは、タゲ取ってるんで、スパーキーがね、ベビドラの。横から殴ってあげてると、全残り。おい、来た来た。からの、いや、バルーン欲しい。俺にバルーンくれ。バルーンが欲しい。いや、バルーンないんで、もう無理やり攻めて回して、よしよしよし。いや、もう数の暴力。いや、量がすげえんだ。で、なんか適当にこれ、バルーン添えてフリーズするだけ。よし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 。いや、こういう時ばっか強くない？こう見たら。
入るでしょ。オッケーオッケーオッケー。いや、ゴリにだけ、ゴリにだけ強いのかな。でも、ガゴガゴエレキっすよね。ラバにも強そうだな。まあ、大型に強いかな。よし、そんな感じで、ちょっとおもろいデッキ見つけたんでね、皆さんもぜひこれ使ってみてくださいというわけで終わります。今シーズンはマルチもね、ガチろうと思うので、はい、そちらの動画もね、お楽しみください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。